でしたら、お飾り場までお越しください。だそうです。家康公のいとこながら、15年もの浪人暮らし、使えた主君は数知らず。黒田官兵衛、以前俺も使えてたぜ。戦国最強のフリーター、俺様のこった。そうさ、そうさ、俺こそ、自由気ままな歌舞伎者、水野日向守初殿だ。本田忠勝の娘にして家康公の養女真田家にとって関ヶ原の戦いでは夫不在の沼田城を守り通した。我こそ戦国最強の女武者小松姫参ります。鬼となり影となり徳川の使いまったる五の旗印掲げるところに服部党あり清康公の恩義に応え暗中飛躍の影奉仕各有我は大事を助ける草の者伊賀連勝服部半蔵正成浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる正義と忠義を胸に決め赤い甲冑身にまとう先方は譲らぬ命は惜しまぬただ前身あるのみ戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政参る。源氏車を身に背負い旗印には無の一字我が策は天草の武士を奮い立たせ我が剣は羽柴の軍を追い詰めおさらきこれより家康公に仕え私有剣備の将都を倒れし我が名は榊原康政いざ押して参る。生涯57度の戦に臨み一度たりとも傷つかず家康公の御為とこの手に握るは天下三名そのとんばけり我ことの難に臨み鉄しりぞかず我こそは戦国最強の武将本田平八郎忠勝参る。四天王のしんがりは家康公の片腕と三方ヶ原での陣太鼓長篠での奇襲戦あまたの戦を指揮する伊賀地味川の旗頭我が名は徳川四天王酒井忠次剣山天下は一人の天下にある天下は天下の天下だ。我が生涯にかけたる望みとは天下大平の世時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士我こそ徳川家康いるぞ上田家康公青森武将隊you
クレート家康公葵武将隊じゃ。岡崎の魅力と三河武士の心意気を皆に伝えるため、我ら毎日この岡崎公園にておもてなしをしておる。本日は土曜日ということで、1日2回の演舞のうちの1回目を披露したわけだけれども、勝成よ、はあはあ、普段より30分早いね。これなんでだろう。ありがとうございます、ね。うん、今日はですね、もう夏休みもう終わりでございますので、今日の午後は、たまにはみんなでサッカーを見に行こうということで、お休みとさせていただきます。違います。で、嘘は言って嘘は言ってない。ただ、ヘアルのほっぺたにね、丸安って書いてある。なんじゃこれ、勝成。ですね、昨年でございますか、はいはい。最近、岡崎市におきまして、サッカーチームが、できまして、はい、FC 丸安岡崎というチームが本日、午後試合があるということで、我ら青木招待、そちらの援軍に参らさせていただく次第となっております。なるほど、なるほど。前回我ら青木招待、丸安、FC 丸安との試合行かせていただいたんですけど、その時は、豊田スタジアムでございましたかな、やりまして、あのフラッグベアラーっていうんですか、あのよく試合の前に子供たちがよく旗をこうやって、あれを我々やらせていただきまして、なんか今回もやらせていただけるそうなので、場所はですね、トヨタ、トヨタ運動公園陸上競技場、という場所で、行われまして、試合会場が2時からでございまするな、そして我ら青い武将隊の演舞も、試合の前に、行われますので、皆さんぜひお時間ございましたらぜひお立ち寄りくださいませ。入場料は、700円と、安い、700円でサッカー、JFL の試合が見れるんですか。まあ、そこら辺は質問全然知らないですけど、 JFL J3 の1個、はい、サッカーの風で、試合ございまして、皆さんお時間ございましたらぜひお立ち寄りくださいませ。そのため、本日午後の2時からこちらの広場で演舞ございませんので、こちらの方もご了承くださりませ。さてと、ここからは、我ら青い武将隊がかっこよく歌って踊るこちらのお時間となっております。それではお願いいたします。それではご覧いただこう。我々の演舞スペシャルパフォーマンス、新武士ソード、いざ出陣。
てここからは見ているだけではつまらないということで、一緒に踊ることができる堪忍踊りのお時間じゃあ、ガツナリ、はい、ではでは我らと堪忍、踊り一緒に踊りたいという子は、前の方へお進みくださりませ。はい、踊りましょう。堪忍、踊りとはこちら徳川家康公の遺訓にある堪忍を元にした、我々だけでなく皆さんも踊れるとても簡単な盆踊りのような曲となっておりますので、ぜひぜひ我らと一緒に楽しみたいよという方は前の方へお進みくださりませ。音楽の最中に入っていただいて構いませんので、ぜひぜひ我らと楽しみましょうぞ。てか、ではそれでは皆さん参りまするぞ。では堪忍踊りスタートでございまする。まずは手拍子から。手拍子を。はい、よいしょ。えいおーえいえいおーえいえいおー
時間とさせていただきまする。普段でしたらお客様を交えての記念撮影を行うのでございまするけれども、本日は先ほども言ったようにこれから、FC 丸安岡崎の援軍に参るため、我らのみの写真となってしまいますのでご了承くださいませ。それでは、お客人から見て右側の方から参ります。右側真ん中、左側と我らそれぞれ、向いていきますので、写真機の準備をしてお待ちくださいませ。我ら青い部署隊毎日、この岡崎公園に、誰かしら交代交代でおります。土曜日日曜日祝日とご覧のように、11時2時から演舞を行いますのでよろしくお願いいたします。それでは真ん中を参ります。この真ん中、徳川四天王の甲冑切れますので、皆さんぜひこの機会によろしくお願いいたします。明日で終わりとなってますので、こちらの方お気をつけくださりませ。よろしいでございます。では以上とさせていただきます。それでは本日も演舞ご覧いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。